台東市議会議員の東健太郎です。この1期4年間皆様のお声たくさんいただきました。本当にありがとうございます。お一人お一人のお声が私の政策となり、そして私の実績となりました。どうかこれからもお一人お一人のお声を私東健太郎にへと届けてください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は東健太郎講演会リーフレットのご紹介をさせていただきたいと思います。こちらになります。私のキャッチフレーズであります、お一人の声から走ろう語ろう東健太郎、ありがとうございます。私のプロフィールが載っております。さらには裏側ですけども、こちら皆様から見て左側、私が特に議会で訴えてきた内容を掲載しております。防災の内容が主な内容となってまいりますが、それ以外にも教育子育て福祉の内容、そしてこれからのビジョンの内容も掲載しております。そして中央から右側に関しましても、毎年度の予算要望を行いながら、そして中長期的に声を上げてきた内容についても掲載をさせていただいております。それらの実現者内容、これからのビジョンについて、掲載をさせていただいております。どうかご覧ください。そして本日は私東健太郎のホームページのご紹介をしたいと思います。どうかインターネットでひらがなで東、そして漢字で健太郎、東健太郎と検索してみてください。そうしますとこのような形で私のホームページにつながります。はい。でこのホームページにおきましては、普段の活動がリアルタイムで発信されるようになっております。そして私の活動実績の内容も掲載をしております。右上の3本のラインをタップしてみてください。そうしますと政策及び一般質問、そして実績のカテゴリー、そこをタップしていただくと議会実績など、そして市場小学校中学校区、工場小学校中学校校区、市場北小学校この中学校校区の北東部の街角改善、お一人の声からシリーズが掲載しております。おかげさまで150箇所以上の改善の内容をホームページで掲載しております。例えば市場小中学校校区をタップしてみましょう。このような形で各地域の改善の内容を掲載しております。例えば台東市野崎の住宅地、路面の陥没、新しいアスファルトが舗装された内容、このような形で掲載しております。どうか皆様お一人のお声から実現した街角改善の内容につきましても、ホームページからご覧いただければ幸いです。これからもお一人のお声を大切に、即駆けつける東健太郎、全力で頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。頑張ります。